皆さんこんにちは。つながるラジオのお時間です。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間、最後までぜひお付き合いください。この番組はみんなとつながる広がるをテーマに、青森県の津軽からお届けしております。はい、それでは今日もつながるラジオをお届けしてまいりましょう。今日はですね、早速ですけどもゲストをお迎えしておりますのでですね、お声掛けをしていきたいと思います。ホーム心臓ドックというですね、まあそういったサービスを手掛けていらっしゃいます。今日はですね、株式会社ココロミル代表取締役社長でいらっしゃる林大樹さんをお迎えしました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。林さん、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。株式会社ココロミルということで、はい、林さん、あれですか、ラジオのご出演経験とかは今までありますか？いや、ラジオはないですね。そうですか。声だけでどこまで届けられるかちょっと不安になってます。はい、そうですよね。やっぱり、はい、どうしても声だけっていう、ね、媒体ですけども、はい、FM ギノワンと YouTube チャンネルの方ではですね、はい、まあ、動画の方も配信できますので、はいはい、なるほど。よかったらですね、はい、こちら動画の方もですね、ご視聴者の皆さんご覧いただければなと思います。はい、ラジオ初めてということなんですが、はい、よくね、メディアの方にはね、結構取り上げられてらっしゃいますよね。そうですね、ありがたいことにメディアさんは出させてもらって、昨日も結構薬局さんとコラボしてセミナーとかもやらせてもらったりとか。そうなんですね。はい、そうですね。あ、じゃあいろんな方々とこう連携したりとかすることも多いんですか？そうですね、いろいろお声かけいただいてコラボして、いろんな人の前で話すっていうのは結構してきましたね。そうだったんですね。いや、はい、ちょっと今日は楽しみなですね、30分間になりそうなんですけども早速ですけどね、先ほど言ったホーム心臓ドッグという、ね、はい、こういったサービスなんですが、はい、まあ、自己紹介がてらといいますか、まあ、どういったサービスを手掛けてらっしゃるのか、はい、この辺をお伺いしてもよろしいでしょうか？はい、あ、もちろんです。ありがとうございます。まあ、ホーム心臓ドッグ、まあ、ホーム家なので、まあ、自宅でできる心臓ドッグといったものを実は今提供しております。はい、でですね、この事業をちょっと始めたきっかけみたいなところにもなるんですが、うん、私とご飯を食べた12時間後に急に母親が倒れてしまって、そのまま亡くなってしまったんですね。はい、で、なんでこんなことになるんだろうと、昨日まで一緒にワイン飲んでたのになというところで、いろいろ話を聞いていくと、まあ、心臓病による突然死っていうのが日本で一番多いというふうになっておりまして、はい、どのくらい多いんだろうというとですね、実は6分に1人の方が亡くなっているんですよ。はい、はい、もうすごい数字だなと思ってまして、で、なんでだろうと思うとですね、いわゆるその健康診断とか、うん、その人間ドックで心臓の検査ってだいたい30秒ぐらいで終わっちゃうんですよね。あ、そうですね、こう心電図って言われるのは、こうなんかいろいろ吸盤つけるやつですよね。はい、あ、そうです、そうです、そうです。はいはいはい、はい、24時間365日あるうちの1年に1回30秒だけ測って、これ何が分かるんだっけというふうなところになってます。なるほど。そうなんですよ。なので全然こう皆さんが健康の状況のことを知らないので、突然死してしまうっていうのが分かったんですね。あ、なるほど、なるほど。はい、であれば自宅でも精密検査やっちゃいましょうというふうにすれば、そうです。そうすればですね、いろんな方のことを救えるなと思いまして、まあ、ホーム心臓ドック、自宅でできる心臓ドックといったものの提供を今しております。なるほど。自宅で精密検査ができるっていうことは、ね、はい。そうなんですよ。はあ、なんか、はい、まずびっくりなのが、いや、私も健康診断を受けて、はい、毎年受けてるんですけど、はい、心電図の検査、確かにこう30秒ぐらいでペタペタペタってやって、はい、あ、もう終わりみたいな感じなんですけど、はい、心電図の検査だけだとやっぱり補えないところってのはやっぱりあるってことなんですね。はい、そうですね、どちらかというとやっぱりその24時間365日のうちの30秒ではなく、うん、24時間365日のうちの、まあ、1日2日は見ましょうと。はい、長時間読み取ることによって自分の状況分かりますよというところなので、僕たちはそのいわゆる例えば健康診断とかで30秒やった時に異常が見つかった時に使われる精密検査用の機器というのをもう自宅に送り届けてしまって、はい、もう寝てる間これつけといてくださいみたいな形で小指台ぐらいのものを胸元にピッと貼っといてもらうんですね。あ、
それぐらいじゃあ小さい機器を、はい、実際にこう自宅でつけるみたいなことなんですね。はい、おっしゃる通りです。そうすると、まあ、心臓のことがもう大体もう全部わかるというところになってまして、はい、まあ、心臓病が分かってくるというようなところです。そうなんですね。はい、なんかこう寝てるとき、まあ、一日中つけてなきゃいけないっていうことじゃなくて、寝てるときだけで大丈夫なんですか？基本寝てるときで大丈夫ですね。あ、そうなんですね。はい、じゃあ、それを1日2日つけていくだけで、まあ、いろんなことが、はい、心臓のことが分かってきてということなんですけど、はい、まあ、他にもどんなことが分かってくるんですか？あ、一応ですね、あの心臓の検査と同時にですね、その心臓の動きのところ、いわゆるその心拍数の変動値も読み取っているので、はい、あの例えばストレスだとか、はい、睡眠の質だとか、あとは睡眠時無呼吸症候群みたいなところも分かりますね。あ、そうなんですね。はい、そうなんですよ。なんかすごいびっくりですよね。心臓を測るだけで、はい、睡眠の質とか、はい、そういうことも分かるんですか？はい、そうなんですよ。あの結構面白くてですね、はい、例えば、歩いたらですね、やっぱりこうドキドキとかしたりとか心拍数上がると思うんですね。うんうん、あとは、まあ、あんまりあれですけど、嫌な人と会った時もドキドキしたりとか。あ、でも人間なんでね、ありますよね。はい、はい、そうなんですよ。なので、外部的要因でも、内部的要因でも、一番最初に体で反応するところって心臓なんですよ。ほうほうほう、なるほど、はい。はい。なので、例えば寝てる間も、夢を見たらドキドキするのって心臓だと思うんですね。確かに。はい、なのでどんな時にこの人は睡眠の質が下がっているのかとか、どんな時にこの人はストレスを感じているのかっていうのが、その心臓の動きから分かるというようなところになってます。面白いですね。そうですね、はい、そうか、だって僕ら寝てる間ってやっぱり、いや特に生きてるっていうか、まあ、覚めてる間でも、はい、目が覚めてる間でも心臓の動きに、はい、注視してるというか、はい、ちょっとやっぱこう意識してるっていうものが、はい、まあ、今のところやっぱなくてですね、日常の中で、はい、そうですよね。でも、うん、あの結構あの例えば松山さんが友達にわーってびっくりさせられた時とかって、わーびっくりしたって心臓を抑えませんか？ああ、確かにやります、はいはい、なんで皆さん結構こう無意識にわーってこう心臓を抑えたりとかしてるんですよね。確かにやってますね、はい、そうなんですよ。ただ意識してないだけなんですね。なるほど。はい、あ、でも睡眠時無呼吸症候群、いや実は私もね、睡眠時無呼吸症候群を、はい、まあ、患っている人なんですけれども、はい、なるほどなるほど。いや私がそういうことに気づけるようなきっかけっていうのは、まあ、はい、家の家族の人がいたから、はい、寝てる間に呼吸止まってるよなんていうふうに教えてもらって気づくことができたんですよね、はい、うん、はい、でも最近聞いた話だと、はい、あのある知人がですね、ちょっとまあ年配の方なんですけど、はい、無呼吸症候群で今から機械をつけるようになったんだよって話されて、うん、はい、でなかなかやっぱもう年配になるまでそこに自分がまさかそういう症候群になってるとか気づかなかったと、うん、はい、いう方はすごく実は多いんじゃないかなというふうに思っていて、うん、そうですね、あの無呼吸症候群って実は僕もこの前検査してきたんですよ。あ、そうなんですか。はい、はい、で僕多分ですけどそんなに体大きい方ではなくて、でなんか無呼吸症候群ってこうライトにこうバラエティとかであのいびきかいちゃうやつでしょとか、はい、ちょっとこう体が大きい人がなるやつでしょみたいなイメージがあるんですけど、はい、実はですね、はい、今日本人のだいたい 45% の方、無呼吸症候群 45% 野生型の方って言われてて。あ、そうなんですか。はい、何が原因かっていうとこの骨格なんですよね。骨格、はい、海外の人って顎がこう出てたりするじゃないですか、はいはい、日本人の人って出てる人少ないので無呼吸症候群になりやすいって言われてるんですよね、うん、あ、なるほど、まあ、そもそもじゃあ体質というか体格的に、はい、うん、そうなんですよ、作り的にってことですね。だからね、そうなんですよ、うん、で結論から言うと僕も無呼吸症候群だったんですよ、軽度の。お、そうなんですか。はい、で面白かったのはですね、血中の酸素濃度、これが著しく低くて、はい、起きてる時ってだいたい血中の酸素濃度って 98% ぐらいなんですね、うんうんうん、僕寝てる時マックス 83% まで下がってます。え、めちゃくちゃ低いじゃないですか、そしたら。はい、でこれどういうことか分かるとお医者さんに言われて、いやまあでも 80% 超えてるんで大丈夫なんじゃないですかって言ったら、いやちょっと待ってくださいと、じゃあ今測りましょうって言って血中の酸素濃度起きてる時にですね、はい、できる限り呼吸止めてくださいって言ったんですよ、はいはい、で僕結構頑張って1分ぐらい呼吸止めたんですよ、うんうんうん、血中の酸素濃度ですね
95% までしか下がらなかったんですよ。はい。で、もうすごい苦しくて、先生もう苦しいです。はい、95% ね。ってことは、あなたは寝てる間ずっと溺れてるんです。なるほど、なるほど。はい。はい。睡眠時無呼吸症候群っていうのは、夜溺れてしまう病気ですと。はい。怖い。そうなんですよ。そうすると、悪いこと2つありまして、はい、はい。一つ目が、呼吸止まったり、再開したりを繰り返すので、心臓病になりやすくなる。心臓病になりやすく。はい。心臓に負担がかかっちゃうので。ああ、はい、なるほどですね。で、二つ目がですね、酸素濃度が減るので、脳に酸素がいかなくなるんですね。うん、うん。そうすると、脳細胞が死んでいくので、認知症とか、うつ病になりやすくなっちゃうんですよ。うつ病にもなりやすくなるんですか？そうです、そうです。もう脳細胞減っちゃうので不安になりやすいとか。ああ、なるほど。と、はい、いうので、もう認知、うつになりやすくなっちゃうと。いや、それは知りませんでした、はい、私も。そうなんですよ。だから今結構こう、まあ、睡眠の質を上げるグッズとか、睡眠の質を上げる寝具ってすごい流行ってますけど、結局病気のもとって睡眠に行き着くんだなっていうのが、確かにそうですね。そうやれると、そうなんですよ。なんで無呼吸症候群はすごく注目しないといけない病気なので、怖いですね。そうなんです。そんなことまで、いや僕はちょっとね、日中眠たくなるのが、会議中にストーンと落ちたりしてたんで、はい、トーンって落ちて、なるほど、大丈夫か、はい、みたいな、で、はい、それぐらいの迷惑のかけ具合かと思ったら、はい、でそんなことで自分の命に関わるってことですね。そうです。命に関わりますし、認知症になったら子供娘にも苦労かけちゃうと。確かにですね、はい、そうなんですよ。なのでもうチェックは必ずしないといけないですね。でもその皆さんのはい、そのサービスのお名前っていうのはそれ何て言うんですか？僕たちはホーム心臓ドッグといったところでやってまして、はいはい、自宅でできる心臓ドッグと一緒にその睡眠の質とかも読み取っちゃうというようなところ。なるほど。じゃあそのホーム心臓ドッグを、はい、まあ、つけることによって、はい、まあ、検査をすることによって、まあ、はい、いろんなことが分かると、うん、そうですね。無呼吸症候群も心臓のことも分かる、まあ、心臓のことも分かるんですね。はい。なんか起きそうなストレスの質みたいな、そういったこともなんか分かるっていうふうにホームページも拝見したんですけど、そうですね、あるんですか？そうですね、どんな時にいわゆるこうストレスを感じてるかっていうのを時間軸で出せるので。おお、なるほど。じゃああれですか、場面によって、あ、こういう時はストレス感じるっていうのが分かるっていうことなんですね。はいはい、そうです。例えばまああれですか、赤ちゃんあやしてる時はリラックスしてて、はい、旦那さんと話してるときちょっとストレス上がってるみたいな。なるほど、なるほど。はい、なんかね、はい、うん、でも、分かるなって気持ちもありますね。はい、はい、はい。ちょっと喧嘩してる人と会ってるときは、ストレスが上がってるとか。まあまあ、でもそうですよね。はい、そういうことでも。自分の中 の, この心の感情っていうのは、やっぱり心臓とやっぱリンクするっていうことなんですね。そうです、そうです、そうです。はい。こうストレスのこう自分のこう、はい、あ、こういう時に感じてるなとか、まあ、今自分はどういうストレス状況なのかっていうことも分かるっていうことなんです。そうです、分かります。はい、だ心臓って面白い言葉ですね。心の臓器って書くんで。はいはいはい、はい、心とリンクしてるんですよ。はい、そうだ、はい、なんかもう40年以上生きて初めてハッと今しました、はい、心臓の。はい、そうですよね。心臓ってもう普通に書いてますけど、ちゃんと読むと心の臓器なんで、心の動きが心臓に現れるというふうになってますね。あ、はい、じゃあこう皆様のこうサービスをご利用されてる、はい、まあ、お客様からはどういったお声をいただいたりすることがありますか？はい、やっぱりクリティカルに分かるのは、命救われましたっていうところですよね。やっぱりこういわゆる健康診断だとか人間ドックでその心臓病ですって分かる確率大体 10% なんですけど、僕たちの検査だと 36% の方が心臓病見つかってるんですよ。あ、そうなんですね。じゃあ3倍違うっていうことですね。そうなんですよ。で、検査を受けた方の 1% が命に関わるといったところで手術していただいてるんですね。そうなんですね。そうなんですよ。で、本当に、え、こんなこと見つからなかったのに健康診断人間ドックじゃって言ったところで、びっくりされながらも手術されていて、
もう本当に一番嬉しい言葉は命の恩人ですと、うん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 、いう言葉をいただいたりしているので、うんうん、はい、もう本当にここはこのサービスをやってきてよかったなっていうふうに思ってますね。いやでもそうですよね。いや、はい、まあ、睡眠の無呼吸もそうですけど、私なんかもそうですが、はい、今心臓には何も疾患がないっていうふうに、はい、まあ、はい、今は思い込んでいる状態だと思うんですよね、はい、でもそのお客様もきっとそうでらっしゃったんだと思いますよね。はい、で実際やってみたら、はい、やっぱり異常が見つかって手術まで行かなきゃいけない、はい、そうです。いやでもそれによって、まあ、早ければ早い方がそれによってまあ助かるっていうか、はい、まあ、早期治療によって、ね、あの、まあ、寿命というかそういったものも変わってくるでしょうし。はい、そうです、その通りです。もう健康寿命が全然変わってくるので。はあ、そうですよね。はい、なるほど。この前とかもですね、まあ、アスリートの方だったんですけど、うん、まあ、心臓はまあメディカルチェックやってるので、まあ、異常がないんですけど、うんうん、これをやってみたら、まあ、なんていうんですかね、やっぱ心臓病見つかりまして、で、なんか自覚症状ってなかったですかって話をしたら、うん、いや、アスリートなんでちょっと恥ずかしくて言えなかったんですけど、うん、階段上り下りした時とかに急になんか疲れやすくなったなとかってありましたって言っていて、お、はい、はい、もうそれ心臓病の兆候なんでって話をして、ちゃんとそれも治療していただいたと。それだったら僕もありますよ、はい、結構難しくて、はい、例えば本当に何だろうと思ったら心臓にちっちゃい穴が開いてて血が漏れてたとか、はい、そういうのもあるんですよ。そんなことあるんですか。はい、血が逆流してるとかですね。いや、だってまあ見えないですもんね、中でそういうことが起きてると。はい、もう人間の体って思いのほか優秀すぎるんですよ。なのでちょっとした異常は心臓がちょっと無理すればいいやと思い込んで心臓が動きをちょっと早めるとか、あー、なるほど、そういうので順応していくんですね、うんうん、なんですけどちゃんと見ると、あ、血逆流してるとか、ちょっと血穴開いてるとか、うんうん、はい、でそれを読み取って直してあげると心臓がまた正常な動きになるんで健康寿命が増えていくというようなところですね。いや、これはでも皆さんのサービスを使うことによって、はい、分かることもたくさんだし、はい、いや、メリットが多いですよね、正気を聞きすると。そうなんですよ。で、あの、病院のご紹介までも一応できるので。あ、そうなんですか。そうなんです。あの、この病院に行かれた方がいいと思いますとか、あとは一応オンラインクリニックうちやってるので、はい、はい、あの、例えばお近くの、 あの心臓病に強い先生の紹介状をかけたりとか。あ、そうか、皆様の方からこういうデータが出たからっていうふうな紹介状を、はい、そうです、そうです、そうです。なので、例えばこう早期発見をするサービスとか、はい、お医者さんを紹介するサービスみたいなものを切り取ったらあったんですけど、うん、ワンストップで早期発見して、クリニックも持っていて、紹介状までかけるっていうのは、多分日本で弊社だけなんじゃないかなと思ってます。おお、それはすごい。はい、なかなか、結構気合い入ったことしてます。いや、本当ですよね。はい、いやいやいや、あの、やっぱり、もし検査結果が出たとしても、僕なんかはすごく、ね、はい、青森の田舎に住んでいるので、はい、そういった専門医っていう方々も、はいはい、あの、まあ、数多くきっとないですし、今やっぱ心臓の専門ってどこだっけっていうふうに考えても、はい、パッとやっぱ出てこないんです、はい、地元の病院で、うん、はい、ですよね。だからそういう時に、まあ、皆様のそういったサービス、病院の紹介までしてくださるとなると、はいはい、まあ、結構安心ですよね。そうですね、これ結構面白くて、あの、皆さん例えばこう病気になった時って、まあ、あそこの病院に行くかなって頭にこう思い浮かべてると思うんですけど、はい、その病院が何科かってご存知ですか。いや、わかんないです、はい、基本的にはお医者さんに行けばいいってこうやっぱなっちゃうんですけど、はい、で基本的に皆さん行くのは内科っていうもので。あ、内科、はい、よりも風邪とか、まあ、体のことを、まあ、網羅的に知ってますよみたいなところなんですね、うんうんうん、はい、ただ心臓に特化した先生って循環器内科って言われる先生なんですよ。あ、循環器内科が心臓なんですね、はい、そうなんですよ。ちなみに循環器内科の先生って、はい、医師全体の何パーセントぐらいだと思います。3割4割ぐらいはいらっしゃるんじゃないかなって気がしますけど。そうですよね、はい、医師全体の4.1% なんですよ。え？はい。それしかいないんですよ、実は。
4.1% しかいないんですか。そうなんですよ。なのでその 4.1% の先生が47都道府県にいるんですけど、もちろんながらやっぱり東京とか大阪とか福岡とか愛知県名古屋とかに集中しちゃうんですね。そうすると地方でっていう風になると、そもそも循環器内科の先生がほとんどいないので。ああ、そうか。はい。なんでそこに対して適切な紹介状をかけるっていうのは本当に最大の強みですよね。いや、それはすごいですよ。はい。この前もある行政の方とお話ししてたら、はい、まあ、人口8万人の市だったんですけど、うんうん、循環器内科の先生一人って言ってました。ああ、お一人だけ。はい。いや、でもそういう自治体っていうか、そういう町の方が多いですよね。圧倒的にそうだってことですもんね。おっしゃる通りです。なので、あ、心臓なんか痛いなと思っても、その循環器内科の先生までたどり着くまでがすごく長くて。はい。はい。で、その間にこう、例えば亡くなってしまったりとか、はい、そういう事例が結構あるみたいで、どうやってそこに取り組もうっていうのが行政の方の課題って言ってました。いや、そうすると、まあ、これから日本って人口減少、はい、もっともっと進んでいくって言われてますし、まあ、その分お医者さんの数も少なくなっていく、だから自分で自分の健康を守らなきゃいけないっていうことになる、はい、皆さんのサービスが活躍する場面ってめちゃくちゃ増えていきそうですね。そうですね、はい、もう1年に1回は必ずやっていただくと。なるほど。1年、まあ、はい、健康診断と同じ時期に、皆さん、はい、心みるさんの、心臓ホームドッグ、ホーム心臓ドッグも一緒にやるっていうのが、はい、こう習慣付けされていくといいわけですね。はい、おっしゃる通りです。なるほど。なんかこう、はい、皆さんのサービスを受けたいぞっていうふうに思った人っていうのは、はい、どのようにしたらこう皆さんサービスを受けられますか。はい、あ、ありがとうございます。もう、うちのホームページから、なんですか、申し込みをしていただくと、あ、はい、もう、2日後までにはですね、まあ、この辺りで受けたいですって言われた辺りまでには自宅に機器が送られてきますので、そのまま受けていただく。なるほど。じゃあ、皆さんの心みるさんのホームページから、はい、まあ、注文をすることで、すぐにじゃあ、はい、ホームキットが届いて、で検査も返してきてっていうことですね。はいはい、おっしゃる通りです。じゃあ結構手軽ですね。そうするとすごく手軽だと思います。今で言うと最高齢86歳の方が申し込みいただいて一人で検査を終わって、はい、っていうようなこともやってるんで。じゃあもうそういうなんか、いや、なんかスマホをちょっといじるのもちょっと怖いわって人でも全然簡単って感じですか、ね。はい、全然できます。はい。おお、それはいいですね。はい。あ、なるほどなるほど。そしたら今日はですね、じゃあ検索、 Google 検索するときは株式会社ココロミル、カタカナでココロミルですね、はい、で検索いただけたら、皆さんのホームページ上の方に出てまいりますね。はい、はいはい、そうです。YouTube の動画でご覧の皆さんは、林さんの今左下の方にですね、ココロミルさんの、ウェブサイト、あ、ありがとうございます、ウェブサイトですね、はい、こちらの方QR コードつけておきましたので、そちらから読み取っていただけたら、飛ぶことができるという形ですね、はい、ということでございますけれども、なんかですね、まだまだちょっと皆さんのサービス奥深そうで話伺いたいんですけど、はいはい、もうちょっとエンディングのお時間に近づいてしまいましたですね。もうですか。ちょっと寂しいですね。すいません、なんかもう全然時間足りなかったですね。はい。いや、なんか、いや、でも まだまだその皆さんのそのサービスの可能性っていうのを感じながらも、はい、なんか私関係ないってちょっと思っている自分、はい、私みたいな人、はい、こそなんか受けてもらいたいサービスだなっていうちょっと今日お話で強く思いました、はい、おっしゃる通りですね、うん、なんかやっぱ皆さんがやっぱ届けたい人とか、まあ、これから、はい、なんかこう拡大していきたい人とか、 なんかそういうのってありますか、はい、うん、そうですね、もうやっぱり今バリバリ仕事頑張っている方こそですね、はい、もう忙しくて病院なんか行く時間ないよという方こそ受けてもらいたいですね、うん、なるほど。まあそうですよね、はい、確かに会社で、ね、健康診断もちょっといやいや言ってるみたいなことは、僕そんな人だったんですけど、はい、はい、まあいい結果があんま出ないんで僕の場合は嫌だなと思ってたんですけど、はい、でもまあ病院に行くこともなく、ご自宅で、はい、手軽に検査ができるということですし、はい、で、はい、今いろんな林さんはこういろんな行政さんとか、はい、いろんなところからお声掛けいただいて、その、はい、普及活動というか、そのご自身のね、やっぱきっかけがまあ非常に強いご経験をお持ちだと思いますので、ね、お母様のご経験というのも、はい、強い思いでこう活動されていらっしゃるということだと思いますけども、はい、まあ、最後に何か一言、なんかメッセージいただければなというふうに思います。 ありがとうございます、弊社のホームシートドッグ、価格でいうとまあ1万2100円になるんですが、うん、まあ、1ヶ月だいたい1000円ぐらいで心臓の
安全かですね、年間変えるといったところになりますので、6分に1人が心臓病で突然死しているこの世の中から心臓病をゼロにしたいと思っておりますので、皆さん の心臓のサポートはぜひ試みるにさせてください。いやでも確かに月1000円ですもんね、そう考えたら。そうです。はい。いや、そしたら全然かけた方が、だって僕、普通に無呼吸で月5000円ぐらい払ってますから。そうですよね。はい。いや、僕もちょっとサービス、ちょっと受けさせていただこうと思いました。はい。ぜひ、よろしくお願いします。ありがとうございます。ではね、リスナーの皆さん、視聴者の皆さんもですね、ぜひ、ココロミルさんの、この、ホーム心臓ドックの検査サービス、ぜひご利用いただきたいなというふうに思います。今日はですね、株式会社ココロミル。代表取締役社長でいらっしゃる林大樹さんをお迎えしていろいろお話を伺ってまいりました。林さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、またお越しください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、それではリスナーの皆様また来週お会いいたしましょう。失礼いたします。